某競売製薬のサプリメントにおいて健康被害が出ているということが連日、まあテレビ、マスコミで報じられていて、厚生労働省もすぐさま対応しているっていうんですかね。で、競売製薬は自主回収し始めているんですけど、こう、対応が遅いぞということで国民から不満が上がっているというか、なんかそういうことがまあ連日報じられているんですけど、まあ現状このサプリメントが本当にその健康被害を起こしたのかっていうのはまだ定かではないんですよね。調査中っていう状況なんですよ。しかし調査中であってもまあ危険であるのは確かであるということで、これだけ注意喚起して自主回収もしているという状況なんですよね。しかし一方、まあ国民の8割9割の人が行ったとされる、まあ、某あれですよね。こっちに関しては、因果関係不明とはいえ、それで被害を受けたんだっていう訴えは結構な数出ているんですよ。まあ、この某競売製薬の数とは比べ物にならないぐらいの数が出ているんですけど、しかし、マスコミであったり、国であったりっていうところが全然そういうところを問題視している様子がないというのか。状況は多分似てると思うんですよね。因果関係は、こう、競売製薬も不明なんですよ。しかし、危ないかもしれないから、調査して、一応止めてるっていうことですよね。一方の、某のあれは止めてさえいないんですよ。注意喚起もないし、国も積極的に動いてる風には見えない。だから、これはもう、ダブルスタンダードなんじゃないんですかと。おかしくないですかと。いう声が、まあ SNS 上ではこうちらほら見れるんですけど、しかし、こう残念ながらというか、世の中の人はあんまり気にしている感じがしないんですよね。まあ現状テレビでこの競売製薬の商品に関してこう大々的に報じているので、この競売製薬の商品あるいはそれの関連商品っていうんですかね。お味噌であったりとかお菓子であったりとか。そういうもの、これは大丈夫なんだろうかみたいな噂話が出たりっていうのは現状あるんですけど、この現状を見て、これは国なりマスコミはダブルスタンダードな対応をしているぞっていうところまで思いが馳せる人は、なんか全然いないんですよ。で、まあ、これが現実やなっていうのか、まあ現状わからないんですけど、某あれがその本当に健康被害をもたらしているのかどうかもわからないんですけど、わからないなら調査するべきっていうんですかね。そういう考え方が某競売製薬のことで言われているのであれば、某あれも同じように対応するべきなんじゃないんですかっていうのは至極真っ当な意見っていうんですかね。しかし、まあ現実問題としてほとんどの人はそこまで思いが至らないっていうんですかね。で逆に言えばそこまで物事を考えないから、その某あれっていうものを8割9割の人がこう行ったということだと思うんですよね。で、まあ、これがやっぱり現実やなって思うというか、僕は某あれに関しては様子見したんですけど、なんで様子見したかっていうと、単純計算したからなんですよね。その陰謀論だなんだとかいう情報とかは、まあ、その時も知ってたんですけど、別にそんなん関係なくっていうんですかね。僕は現状わからないことはわからないで考えていくべきだと思うんですよね。で、わからないものの中でも発信されている情報っていうものがあって、まあこれぐらいの年代ではこれぐらいの人が被害が出てると、とかそういう報告は当時からあったっていうんですかね。それで考えた場合、まあ僕の年齢でどれだけの被害に遭う確率があるのかって言った場合に、そこまでやなと。だからそれで天秤をかけて、どうするか考えるっていうんですかね。で、僕はほとんどの人はそうすると思ってたんですよ。自分にとってはそんな大きな問題ではないなと。その病そのものがですよね。って思う人が大半やろうなと思っていたらそうではなかったっていうんですかね。8割9割の人がもうそうなってしまったというのか。まあ風に流されてというのか空気に流されてというのか。でまあそれを見てまあこういうもんなんやなと。こういうその空気っていうんですかね。大多数の国民がこの世界を支配しているっていうんですかね。まあ陰謀論だなんだでまあこの某あれに関してもその某為政者というのか、支配者というのか、そういうものがなんかコントロールしてるんだみたいなことを思ってる人いる
ようなんですけど、まあ、真相はわからないですけど、僕はこの世界を支配しているのは、この、まあ、8割9割っていう人が動くっていう、こう、大多数っていう国民っていうんですかね。そういうものが、その、この世界をこう支配していると思うんですよね。なんか一部のその為政者が、こう、どうにかしてコントロールしようとしたからってコントロールできるものではないと思うんですよね。多くの人が空気なりなんなりで、こう、まとまって動いてしまうことによって、世の中は、そう決まっていくというのか。結局、まあ、いろいろ深く考えて、慎重に生きている人も、そういう多くの、こう、空気に流される人の波に飲み込まれるっていうことは、あるんですよね。今回のこの某あれに関しては、そういうことから逃れることはできたんですけど、しかし、まあ、約100年ぐらい前の第二次世界大戦とか、そういうものは、そういう多くの流される人によって、他の人も、大々的に、当時から多分分かってた人いたと思うんですよね。そんなアメリカとかイギリスとかに戦争で勝てるわけないって、ちゃんと理解していた人もいたと思うんですけど、そういう人も空襲なり原爆で焼かれてしまった可能性があるんですよね。しかし、これって、まあ、北条記の1000年ぐらい前の昔から、人々の行動は変わっていなくて、8割9割の人はそういう空気なりなんなりに流されてしまうと。だからこれはもう自然現象というのか、それで巻き込まれた場合はもう災害として諦めるしかないっていうんですかね。なんかもう競売製薬のニュースを見ていて、ちょっとそういうことを考えてしまいましたという話でした。芸術を僕はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。